新宿2丁目ゆまチャンネルタルタレーさあ始まりました。ゆまと申しますのでよろしくお願いします。タルタレーピエンです、お願いします。さあそしてはじめまして、パニックハウスの従業員のモチーです、お願いします。お願いします。まあピエンはね、いろいろ出ていただいてますけど、モチーちゃんもこの前の新年会の動画とかちょいちょい出ていただきまして、なんかねコメントが、ピエンうちらがね出ない、あの出てる時とだって違う、なんか一人イケメンいますね、まあ、もっと伸びるんちゃいますかとか、あと俳優さんに例えられてたやん、工藤飛鳥に似てますね、なんか、うん、なあうちらなんか鉄アンドトムと坂田として似てるって言われて一人工藤飛鳥。そんなモッチーちゃんをお迎えしまして、今日は佐藤ちゃん、はい、何をやるんでしょうか。ピエンさんの時もやった30の質問、おあ来ました。なんかさっきなんか打ち合わせじゃないけど何やんのみたいなで2人喋ってるの聞いたんですけど、でモッチーが「え30の質問ってどんなんの?」って聞いて「パンパン答えていくやつ」って偉そうに言ってた。あんたの回どんだけ慣れたかほんま、え分かんの、うん、何かの、うんとか、いやそういうもんちゃうからもっと来いよと。テイク2取りました。テイク2取ったもん。そうや。さあそれでは行きましょう、はい、モッチーへの30の質問。出身地は？出身地神奈川県です。趣味は？趣味は本を読むことかな。最近はあと料理をすること。うん、普通ね。好きな食べ物は？好きな食べ物リンゴ卵何よなんかおかしい。カレーね。カレーも好き。かわいい変な空気何？自分の好きなところは？自分の好きなところは体の知識が多いことかな。そんな意味深な。意味深じゃないですそのまんまよ、そのまんま。自分の嫌いなところは？自分の嫌いな、頭おかしいところですかね、ちょっとちょっと言えないけど。いいじゃん、いいところよ、それは。うん、ごめんは、好きな歌手は？好きな歌手。歌手、あ、アイコとかね、あと、あれ、ほら、ワンモアチャンス、ワンモアタイム、山崎ね、そう、山崎さんね、そう、好きね。学生時代やられた部活は？学生時代、帰宅部の首相です。帰宅部の首相してません、部活ね。あ、そういうこと、そういうことよ。好きな芸能人は？好きな芸能人、あの、小籔さん？小籔だっけ？おぉ、小籔さんとかね、あと、最近、末広がりず、はいはいはい、面白いよ。お天狗様とかね、あのネタ超面白かったから最近好き。おすすめのアプリは？おすすめのアプリ、よく使ってるとかで何でも。ペイ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 使ってます。座右の銘は？お、座右の銘はありませんなんですけど、後悔先に立たずですかね。ああ、はい、ということでございまして、はい、10個まず出ました。モッチーへの質問振り返っていきましょう。まず出身地は神奈川県。はい、神奈川です。おお、なるほど、うん、東京には出てきては長いですか？東京長いですね。10代の頃からいるんで、うん、どれくらいだろうな、10年はいるんじゃないですか多分。というか今おいくつなんですか？私今年で28になります。なるほど、うん、あと趣味が本を読む。本を読むね。そう本がね好きなのよね私。一時期神話系の本にすごいハマってて。神話系？そう、あの、いやだから普通のギリシャ神話とかあるでしょ。おー、ああいうのとか読んだりとかね。へー、いろんな読んでてなんか面白いのよね。で、大体ストーリーの原型が一緒じゃない、うん、はい、どこの国も、うん、そうで、そういうなんか共通点みたいなね面白い。なんかそういうなんかこうカテゴライズしてる時にね、バナナ型神話とか、なんかいろんな名前ついてるじゃない。へー、そうそんなあるんだ。そういうのね、なんかあなんかすごいなみたいな。へー、まあちょっと知的というかね、ピーヤン、うん、賢さもある人やなとは思いますので、そういうね、本の知識から来てるかしら。かもしれない、うん、あと料理、最近料理すごいすんのね。なんか昨年2019年の大晦日も店入ってって言ったんよ。ほんのやったらな、いやダメです、なんであかんのって、何すんのって、誰かと会うのに会いません、いいやほんの入りやって言ったら、今日これからねちゃんと年越しそばを作らないといけないってさ、なんかすごい材料。ほんでな、忙しかったから前日、洗い物だけしに来てって来てくれた思うんですよか。そうで、私も店ちょっと用事してんやんか。あとなんかすごい買い出ししてきて、うん、何お前作ったやったっけあれ。いや作ったよ、だからだし、なんか昆布買って、えっ、かつぶし買って一から作るの。そうだよ、で、あの鴨肉とかね、まあ、柚子とか、そう、あとなんかもろもろな、いろいろ買って、も他にも料理するからな、買って
作って。そばは、そばはだから打ちたかったのに、あの製粉所が休みだったのよ休みで買いに行けなくてしょうがないから、そば屋さんであのそばだけ買ってきてそうそうそう、まあ、やむを得ずね、本当は作りたかったんだ。うわすごい、すごいな、すごいない、すごい、よく作る。これ私なんか丸いやつで鍋焼きうどんにハイエージンかけてるここでどんどん食べてるもんねさあ、ということでございまして好きな食べ物はリンゴ、卵、カレー。パッと思い出、リンゴはね、もう子供の頃から好きだったので美味しいよね。まあ、冷静に今考えたら梨の方が好きなんだけど、体にいいからリンゴは。リンゴはね、丸かじりしながらなんか出かけてたなっていう記憶、うん、昔からそう。あと卵、卵はね、ほんとだからもうこれももう10代の頃とかね、卵1日1パックぐらい食ったりとかね。あと運動してる時とかってやっぱ、まあまあまあ、タンパク質取ろうみたいな、ね、めちゃくちゃ卵食ってて、今もだから卵大好き。うん、まあ、カレーも美味しいね。カレーも美味しいね。カレーもなんかその何日本のカレーね、うん、日本、まあ、ルー使ってる日本のカレーも好きなんだけど、エスニックのカレーがねすごく好きで、スパイシーな、ね、そうスパイシーな、いろんなもん突っ込んでさ、はいはい、作るやつね。なるほど、大好きです。まあ好きな、うん、自分の好きなところ、うん、体の知識が豊富。どういうこと？これはあのやらしい意味じゃなくて、のんべずなんない意味何も言ってません やらしくもあんのかもしれないけども、何、まあ、なんか筋肉とかね、神経とか、うん、まあ、骨格とか、うん、そういう知識がね、うん、そうそうそう、まあ、自分の一応専門分野なので、へこれまあ持っててよかったなって思うことすごいたくさんあるかな。そう、あと嫌いなところ、自分の頭おかしい、頭おかしいもこのまま頭おかしい、本当にもういや、うんって言ってますけど、ピーラーさん、まあ、でしょうね、うん、おかしいよね、酔っ払ってきた、本気でおかしくない？本当に気触れてると思う私が一番まともだと思うもん、酔ってたらそんなやつあと、部活は部活、帰宅部ね、やったということね。そうそう、まあ、ただ単純に帰宅部だったってだけ。好きな芸能人、小籔さん、末広がり、面白いよな、ね、大好き。そうそう、パッと浮かんだらこの2人だった、今ね。アプリ、ペイペイ。ペイペイはすごいよく使えます。ちょっと、今度教えると、私、使い方今何も分からんねん。ピンってやるやり方。インストールすればいいだろ。やってんねんけど、分からんねん。怖いねん。そして、座右の銘が、効果後に立たず。まあ、先に立たずね。あ、先に立たず。さあ、行きましょう。続きまして、11番目。はい、好きなタイプ。綺麗な人だね、これは。好きなテレビ番組。テレビ見ないのよね、私。どうしようか、昔だったら笑いの冒険みたいな感じ。あー、うちとかね、そう、好きだったかな。 YouTube とか見るんですか？ YouTube もあんまり見ない。何やってんのかな。もう家にいる人。本を読んでる。本は読んでるかな、うん。好きなブランドは。好きなブランドもないな、今な。昔プラダとか好きでしたけどね。うん、かっこいいわあらららなんでそんなこと言われないんじゃないでしょうね。はい。おすすめしたい漫画やアニメはありますか？おすすめしたい漫画やアニメ。見る？あ、漫画はね、あのほら、牛音虎とか描いてる人。誰やったっけ？ほら、藤、ちょっと名前がわかんない私。のね、カラクリサーカスっていう漫画、うん、最初ね、バカにして読んでたんだけど、本当に号泣した。めっちゃおもろかった。そうなんだ。あとね、あれ、ガッシュベルね。ガッシュベル漫画めっちゃ面白いのよ。あれも泣いた。へ、うん、泣くよね。得意料理は？あ、これさ、あ、最近作る方ね。作る方ね。最近ね、なんか薬膳スープみたいなの作るのが得意かもしれない。誰に飲ますの？どういうこと？ね、自分で飲む。まあ、自分で飲みますよ。もうね。いや、特別な方がいたらそれ作るんじゃないですか、そのうち。薬膳スープ。そう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 。はい。初恋はいつですか？初恋。初恋。もうなんか初恋なのかな、なんか保育園の頃とかなんかない、そういうな。でもあれって恋じゃないよね、多分ね。女の子と仲良くなったりとかね。じゃあ保育園、保育園にしよう。はい。初恋の人の名前は覚えてますか？いや覚えてないの、ちょっとこれと幼馴染なんだよな。カラオケのお箱は18番。ないよ。カラオケの歌うやけど、たまになんか、うん、何歌ったっけ？歌ってるイメージの歌ってるの別に、なんでしょうね、これ一番詰まっちゃうね。最近好きなのはね、サザンかな。真夏の果実が好きだ。なるほど、うん。今旅行に行きたいところはありますか？なるほど。今行きたいところ、はい、カンボジア。カンボジアかペルーとかかな、多分あの辺。ペルー、持ってる資格とか。資格？はい。あれがあった、イラストレーター。そうなの？そうそう、全く使わないけど、暇で撮ったわ。あと、タッチまで撮れるの？結構すごいの。何も使ってない、本当に。まあ、人生もね、もっとご自身でね、ちょっと有用に使いたいと思います自分の人生ね、デザインしてね、本ね、はい、ね、行
かしてください。描いていきましょう。さあ、行きましょう。11問目、タイプ、綺麗な人。肌が綺麗とかね、やっぱ私よく言われるんですよ、うん、そんなことないけどね。汚ねえ顔してるけど。うわーひどーい。そうですよ。綺麗な人が好きなの。そうそう、肌が綺麗とかね、やっぱ体も綺麗。あとマッチョすぎたりとか細すぎるのもあんまり良くないかな。へー、そうそう、なんかきめ細かいから。意外といけるんちゃう私のこと。そんなことないですよ。うん、本当に。さあ、それではテレビ笑いの冒険、うっちゃなんちゃさんですね。笑いの冒険、懐かしい。懐かしい。全然内容覚えてないから。テリーとドリーとかあったね、昔ね。あったあったあった。そう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 、あんなに面白かったかな、うん、ね。あとブランドは、ブランドプラダが好きなんです。なんでこんな若いのにそんな。いや、シンプルなのが好きなんです僕もともと。ガチャガチャしてんのとか、なんかロゴみたいのバーって入ってるとか、そういうの全然好きじゃなくて。え、自分で買うの？自分で買う。そやん、若いのに。まあ、頑張ってね、買うの。聞いた、でもちゃんとお金貯めやって。この昨日も聞いた。私毎日2000円貯めなさいって。貯めてんの？貯めてませんって言うの。貯めようかなと思い出しました。でも思い出し始めたの一時 LINE で貯めて、今日も貯めてって、うん、嘘ついて、貯めました、嘘ついて。みんな嘘つくな、ここのやつら。ほんま、なんで信用してくれへんの、私のこと。なんで嘘つくわけ。漫画アニメ、カラクリサーカス、ガシュベル。これもピーヤン、いいって言ってましたね。ガシュベル、面白いのよ。へぇ、読んだことない。アニメより漫画の方が面白くてね、結構熱い感じのね。へぇ、そうそう、まあ、青春バトルみたいな感じなの。ああ、そう。そうそうそう。面白かった、ね。泣ける。泣けるよね。泣けるのよ。そうそう。あんたたちも泣くんですね。そうか。人だからね。ね、うん、あと、作る料理。薬膳スープ。これも、薬膳スープは別に何か特別なメニューとかね、作り方、レシピを見てやってるわけじゃなくて、うん、単純に自分が入れたい材料なら、鶏なしのもみじとか、最近牛骨とか買ってきて、へぇ、まあ、アク取って、だし取ってとかで、ね、作って家で食べるの自分で。そうだよ、だから高麗人参とかさ、夏目とかさ、ね、八角とかね、なんか怖い、どんな家にさ、一人でこうさってやってるの。体にいいスープ。体にいいスープ、めっちゃ体にいい、めっちゃ元気になるのよ。冷え性のあたりね、体調ボロボロの時に頑張って作ってた。なるほど。さあ、初恋は幼稚園の時、名前覚えてない。保育園って書いてますけどね。保育園の時、うん、そう、名前覚えてないんですけど、はい、そうそう、近所に住んでる人だったいちいちね、わかるわかる。はい、いや、なんかこう、ただ別に恋って感じじゃないんだけど、なんか向こうが結構なんだ、女の子の好奇心旺盛だった感じ。まあ、僕も結構ね、こう活発だったんだけど、うん、なんかそういうのまだあんまり慣れてない、恥ずかしさがあった時だったんだけど、そうそう、なんかグイグイ来てね、なんかね、お姫様ごっこしようよとかね、なんかよくわかんないことさせられるっていう感じもね、ありました。なるほど。何やこれみたいな。さあ、カラオケはサザン歌いながら、まあ、あんま歌ってるイメージあるけどね、いろいろな曲ね。まあ、別にでもそんなにカラオケで好きな曲ってないし、カラオケそもそも実はあんまり行かないみたいな感じです。わっていう時にただ歌ってるだけで。旅行はペルーとカンボジア。あ、これもう世界遺産ですよね。カンボジアのアンコールワット。いいよ、泣いたみたいわ、ね、私も。コントムだっけ、なんかよくわかんない花、ほら木がさ、生えて、なんか遺跡崩れてるってこと。見せる旅行で行こうか。したーい、歌さなくていい、今年。さ、それではですね。持ってる資格、イラストレーター。イラストレーターね、これすごいですね。イラストレーター、あと何個かあるんだけど、これもう本当に一時期暇だった時に勉強してて、あと宅建取りたいということがいて。宅建？そう、宅建、今市になったんだよね、もう。あ、そうなんだ。市業になったの、宅建市。めっちゃ難しいじゃん。勉強したいみたいな。でも一人だと張り合いないからって、私も勉強半年ぐらいで、でも過去問全部合格圏になったところでやめました、宅建市は。賢いんだよ。だって、フィギュアもイラストレーターとかな、イラスト好きで。あ、そうなんだ。そうなんだよね。免許持ってるもん。なくてもできるもんです。そう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 。でも自分がこういうなんかアニメーションみたいな、ね、アニメーションみたいなね。漫画みたいな顔してます。さあ、行きましょう。21番目、はい、はいはい。最近した高い買い物は。なるほど。最近した高い買い物、はい、最近高い買い物なんかしてないね。何買ったかしらね。ブランドも買ってない。買ってない。もう最近もうなんかもうその辺で適当に買ってるしな。買ってない。買ってない、はい、うん。いや、よく似てると言われる芸能人とか動物とかありますか。動物、犬とか猿とかって言われますね。、うん、それどこを取って犬とか猿って言うのか分かんないんだけど、うん、芸能人は、あ、工藤飛鳥さん最近よく言われます、お店で。やっぱ言われるんですね。あと全然似てないし、この2人でもめっちゃ
拒否されるあの、ね、あの否定されるんだけど田中圭っていう人最近増えてきて似てないわ。だから多分メディアロスが増えてるから田中圭さんの適当に当てはめてる。似てないのに言われてどういう共通点があるの。爽やかとかのこと。いや分かんない。それでもない。田中圭ドロドロしてらっしゃいますよ別に。皆さんそうね、ドロドロしてる、うん、この人もドロドロしてる。で23個目、はい、苦手なタイプの人は、まあ、どんな目線でもいいですよね。苦手なタイプ、はい、その同性とかでもいるみたいな。あこう見えて意外とオラついてる人すごくちょっとなと思っちゃう。こっちなんか強く来られると強く出ちゃうじゃない。当たっちゃうからね。オラついてる人あんま好きじゃないから。強く来たら強くいっちゃうの。怖い。強く来たら強くいってるでしょ。だって怖い。好きな映画は、好きな映画、あれグレートギャツビーとか、うん、あとタイトルが思い出せない最近ね。グレートギャツビーなんかなぜか印象に残ってる。最近の中で、うん、おすすめのデートスポットは。おすすめのデートスポット、うん、最近寒いイルミネーションなので彼と汐留とか綺麗じゃない。意外と狭いけどイルミネーション綺麗だよねあそこね、うんうん、狭いけどが余計です、はい、2020年今年の目標は。今年の目標、はい、今年はねちょっとね身辺の整理をして身軽にねしてちょっと仕事に邁進したいと思います。ちょっと重く聞くんですか。邁進したいと思います仕事に、はい、はい。将来的な大きい目標は。将来的な大きい目標、はい、うん、まあもうちょっと自分の仕事広げられたらいいですよね、うん、それはもちろんね、うん、そうそうそうね、はい、そう思います。パニックハウスはどうですか。ざっくりやな。うん、頭おかしいと思います全員ね、皆さん含めて全員含めて頭おかしいなと、はい、でもいいとこね、明るいしそうそうそう、よどんではない。そうそうそう、それがいいところ、すごくカラッとしております。それが素晴らしいと思います、はいはい、最後2つは。あー、いいよ、ピーヤ何回ですか。ピーヤ、これ長いか、ピーヤ最後にしようね。え、じゃあ、2020年、はい、やりたいことあんま変わんなくないですか。あんまり変わんなくないですか。さっきの音楽目標って整理した。あ、分かった、じゃあ遊びにしようか。あ、私は陶芸とかアクティビティとか好きなんです。まあ、物作ったりとかね、あ、陶芸ね。そう、指輪作るとかさ、お皿作るとか、あとなんかモーターパラグライダーするとか。まあ、スカイダイビングもまだしてないんで、そういえばしたいね、スカイダイビング。そういうのも好きなわけ。そう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 。ユーマに何かプレゼントしたいと思うのであれば何をあげますか。あなたに、はい、うん、あなたにでしょ。そうよ、私に。まあ、靴か財布ですか。え、この人で靴いつも店に来た時履き替えの汚い靴ずっと履いてんだよ。いらないこと言わないでよ。新しい靴ね、仕事もちょっと汚れたくないから店用のしてんのよ。そうそう、いやだからね、お店用の靴をねあげるか、まあ、お財布とかね。この人ね、もらい物多いらしいんですよ。本当かどうか知らんけど、いいもん、いいもん着てるしね。全然全然全然全部もらい物なんですよ。自分で買えへんから、ブランドもそうそうそうね。でもそういうのくれんの、まただからそういうのはよく使ってるみたいだから、他のわかりませんけど。嬉しい。そうそうそう。え、ということで最後はなんかもっちーちゃんが私に財布をくれると言ったこっちになりました。ありがとう、おやいわかいかがだったでしょうか先生。今ので切り返しができないな。なんでよ。今ので。30質問やってきましたけど、うん、30質問ね。なんかいろいろ高いものを最近買ってなくて、そう、意外と自分でも気づくよ ね。これ見たら案外最近全然買い物してない。うん、うん、犬猿似てる。犬猿似てる、まあ、顔が猿年なんですけど私は、うん、まだ猿っぽいんじゃない。気が強いんですよ、猿年の人っていうのは。そう、うん、あと顔は犬っぽいって言われるのかな。え、お犬っぽいってたまに言われる。トラとサルとかがね、干支で一緒になると喧嘩する。あなたは何ですよ。何年？私は鳥年なんですよ。鳥なのね。鳥はもういろいろね、もう自分で巣作るためにブワーッと集めてきて、お金とか仕事もブワーッと集める能力があるんですけど、もう一回ブワーッて飛んでっちゃう、ね、飛んでって繰り返すってよく言われる。ずっと飛んでますもんね。飛んでます。何ですか。ネズミです。あー、ネズミっぽいじゃん。年男です。年男だ、鳥年だ。すごい。まあ、よう働く人が多いと、まめにあーちょこちょこちょこって言うんですよ、ほんとほんと。ほんとにイメージだね。ねえ、うん、まあ、器用に働きやるもんね。ほんとそうね。で、駆動扱い似てまして、苦手なタイプが強え強、まあなんかちょっとオラついてる人。へー、ガッといっちゃう。オラついてる人は、まあ、僕もまだちょっと幼いので、やっぱこう人ってこう、押されたら押し返したくなるじゃん。うん、怖い。
そうそうそう、あなたもそうでしょ、だってそんなことないもん、ガーッとしょっちゅうやってるじゃん。やってますやってます、ほら全然やったことない、頭おかしいんだ、切れたことない、どうやって切れていいかわかんないもん。まあそんな感じです。はい、何それ。はい、グレートギャッツビー映画、これなんか俺当時、どこの国の背景全然覚えてないんですけど、うん、まあ、お酒が禁止されてる時に密造して、まあ、何気になりましたっていう人の話ですよね。面白そう。そうそうそう、まあなんか面白かった。ディカプリオがなんかが主演してたのかな。あ、なんかあったかも。うん、なんかね、なんか何か面白かった気がするんだよね。なるほど、うん、あとデート、汐留。汐留ね、まあ行ってないんですけど、まあ、綺麗ですよね。綺麗もね、そうそうそう、新宿南口なんかもね、新宿って綺麗ですし、うんうん、あと目標、今年は整理して仕事を広げる。そう、2020年、ね、仕事をちょっと頑張りたいなと思います。ちょっとね、皆さんも頑張ってくださいね。皆さん頑張ります。頑張っていただきますけども、はい、ペパニックハウス、頭おかしい人が多い。多いでしょう、どう考えても、うん、本当にそれぞれも、まあ、私の顔見ないでくださいね。スタッフもみんな感じ聞いてるし、ね、笑われてますよ。何を本当、あなたも言ってくるんですよ。そう、みんな話聞いてる。何を言ってくる。頭おかしい。頭おかしいじゃん。言ってくる。さっきもね、ママにね、ピーヤをね、よくこんなアホのままでいられるの。最悪最悪だ。怖いでしょ、この人。強いのよ、この子、こんな見た目だけど。そうよ、可愛いで言ってないかしら。結構くんのよ、みんな、私に対しても。うんうんうん、さあ、ということでございまして。はい。はい、こんな感じでお届けさせていただきました。はい、今後とも、もちちゃん、どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。